皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もデッドスペース3遊んでいきましょう。で今のミッションがこれですね、エリーたちの捜索。ちょっと揺れんな、これねすごい読みにくいんですが、まあとりあえずエリーさんたちとはぐれ、離れ離れになってしまって、でアイザックさんはスノースーツを見つけて先に避難したであろう彼女らと合流しようというところからスタート。さあのっけからこうですね。オンボロにも程があるだろう。さあ辺り一面本当に雪と岩しかない。インターステラーにも雪の惑星ありましたね。インターステラーもね結構語りたい映画ではあるんですが、ただ行っちゃうとネタバレになっちゃうからな。まだそんなに古い映画ではないんで。はい、これ強いっすねやっぱり。ただまだ来るだろう。近い。今回全体的に敵の移動がねすごい早いですね。あったかそうな、あったかそうなとこに来たんじゃ。ほんとなんかロストプラネット的な感じになってきましたね。こっちはなんだこれ、アイテムがある。暗い、ここも暗い。カーガー down here! カーガー how the hell did you? Never mind! Come on, we're in! Oh, shit! Langford! They're coming over the outer wall, you hear me? They're headed your way! Damn it! カーガー we're in central command! 中央指令室にいる、上がってこい。どうやって？よくもまあ。How did you make it? The ship! We thought you were dead! I followed a trail of flares. Are you guys alright? I saw Carver! Yeah, yeah, we're fine. Carver's close, we can hear him. Look, Isaac, please hurry up and get here. We're in central command. I'll be there as fast as I can. Matte, 上がれないよ。おい。こっちか、これか。なんかねエリーさんも2の頃とねキャラ変わりましたよね。絶対テスラコア、テスラコアはここなんだよね。そうそうそう、これにつけちゃうと弱くなる。ここにねなんかつけたいんですが、つけるもんがない。なんかね連射可能になる感じのチップとかねつけたいんですが、
アタッチメント、そう、タングステンをね、もうモリモリに使っちゃったんで余りがないんだ。走行、ここはいけますね。これ強化しよう。次タングステン、やっぱりタングステンか、大事なのは。酸素残量を上げて OK。 やっぱタングステンですね。レアな金属だけある。硬化時間、これやっとこう。でリチャージ、トランスデューサーか、使っちゃった。まあいいや。さあお外へ行って、エレベーター、中入れてえな。さあボス戦ですね。あれか、あ、隠れるんか。しかもいや、あ、今のに合わせてローリングすればいいのか。ローリングを初めて使うときは言ったぞ。ちょっと待って、当たってんじゃん。さあ切ったよ。そしたら、あの、え、もう死んだの？いや、まだでしょ。初めてローリング使ったぞ。すごい嬉しい。まあ、食らうときは食らいますね。あと1回か。ここでさ、リベットガンをちょっと活躍させてあげよう。帰っちゃった帰っちゃった。ふざけやがって。さあとりあえずボス戦を乗り越えて、まあまだ死んでないけどね。回復アイテムはありますね。全然あるね。このね、武器の弾がね、どこでどう補充されてるのかが本当に謎。デスカベンジャーボットが待ってくれているということなので、どっち？まっすぐ上なんだこれ。ログですね。パルスライフルとテキストログ、個人ログ、アール・ブラッディ二等兵。やつら嵐の中を近づいてくる。中に入ろうとしてるんだ。時折やつらは視線を返し、かすかに意識を取り戻したかのような素振りを見せる。
そうね、ここのネクロモーフは1、2とちょっと違って、若干ね、人間性を少し残したような感じの方が出てきますね。辺り一面徘徊している例の怪物は、殺された我々の兵士を含む生物の死体から生まれているようです。心を鬼にし戦ってください。で、最重要事項、獅子を狙い撃つべし。これはまあ、ワンツーをやった人間であればもう知ってるからね。その知ってることを何回も何回もシリーズものでやるっていうのはちょっとうんですよね。遅い。どっちだ？セーブ中。また外か。あそこを通ってあっちに行くの？こっちか。ちょっと待って、アイテムないか。ないっぽいね。パッと見でないですね。そこに光ってのは日だまりか、日だまりというか木漏れ日的なあれか。なんか女性のセクシーな、武器がまだ残ってる。エリーさん、昔の男は生還してさぞ嬉しいだろうと思ってね。You got something to say to me, Captain? Stop! Just stop! We need to shut down that damn machine, and we don't even know where it is yet. I do. I mean, I think I know how to find it. Well, I've been digging through what's left of the research notes, and... I thought all that stuff was destroyed. Well, computer data, yes. But the written logs discuss a signal tracking experiment that pinpointed the machine's exact location. Well, I think if we repeat it, we can do the same. But...at the other end of the complex. Yeah, fine. Fine, let's have a look. I could use a change of scenery. 嫌な感じですね。わざとぶつかってて。He's a real asshole. You know that? やつはとんだクズ野郎だ。そうだろう。これがね、そのデッドスペース3のまず悪いところだと思うんですよ。なんか SF ホラーサバイバルに恋愛を持ち込むっていう。で、まずあっち、そこには何だ？トルクバー。トルクバー、これトルクバーっていうアイテムがあればいけるんだね。ノード部屋的なあれか。でね、エリーさんもエリーさんでなんか悪い気がするんですよね。アイザックに抱きついてきたりして。昔そんな女性じゃなかったでしょ、あなた。アイザックもアイザックでなんかめめしいし。
パルスライフル、これ弱いな。これ下段がしかし強いな。火力だけはこれはいらないですね。あ、これだ、強いやつ。電撃と爆薬、これですね。最後に発射した弾丸から、電撃を放射する。これ自分が2で愛用していたあれですね。とあと爆薬、どっちがいいかな。電撃の方がいいのかな。ただ素材使うの多いのはこっちなんですよね。爆薬、電撃か爆薬か、どっちかですね。爆薬でいくか。爆発した方がね、男のロマンって感じですよね。さあ、ここで爆薬モジュールが完成。これは強いぞ。そしたら下段にアップグレードを使っていこうか。連射速度。でも下段はあれか。爆薬モジュールなんで、ダメージとかが一切ないんですね、これ。多分固定ダメージかな。ちょっと撃ってみましょうか、適当に。さあ、なんかいい感じの武器がね、できましたね。で、これが作れるようになりましたと。連射速度もただ上げておきたい気がするんだよね。ワンリロード、ワン威力。まあ、ただあんま変わんないか。さあ、これでいきましょう。ちょっと撃ってみようね。うん、2って書いてある。え？あ、なんかこれ長弾してんのか。これはなんか電撃の方がいいんではないでしょうか。でももうこれ作れないよね。やっちまったかな、これ。あー、作れない。半導体が150ぐらい足りない。半導体が150ぐらい足りない。マジか。半導体、ミリタリーエンジン、これいらないよね。あ、いけるわ。これ半導体、これで作れるよ。来ました、電撃。こっちにしましょう。そう、なんかね、ウェブ上の記事だとこっちの方が強いっていう話ですね。リベットプラス電撃が異様に強いと。ちょっとこれもね、見てみましょうか。さっきのあれ爆発じゃないよ。あれ長弾ですね。こういう感じですね。これ強そうだな。これでいこう。Hey, wait for Isaac. Isaac, we're just outside.あ、そっか。まあ、ただこのゲームまとまって行動するとは思えないんだよね。なんという予想通りの展開。で、あれはユニトロジストのダニック、一番最初に出てきた悪者のダニックが乗ってる船か。さあ、そしてユニトロジストの軍勢がやってくる。低いオブジェクトの近くで LT を押すとカバーする。
くらいなさい。もう終わっちゃった。低いオブジェクトのところで LT を押すとカバーする。こうか。スカベンジャーボットがなんか反応しそうな気がする。ここで電撃のせいで落としてくれてってる。これは便利ですね。あったあったあった。もう一匹いるんだけど同じところではできない。どうしたあいつらが。でね、デッドスペース3の正直、まあ、これもいろんなレビューサイトで散々言われてるんですが、悪いところ対人戦が増えたんですね。ただの人間との戦闘。純粋なそのクリーチャーとの戦闘を描いたホラー TPS だったはずが、いつの間にか人間に戦う、人間と一緒に戦うことになってる。上から下に行っちゃったっていう感じですよね。で、特にその人間の方が脅威っていうわけでもないんですよね、これ。なんだありゃ。さあ、なんか来てるね。ネクロモフか。そうでね、このユニトロジストとの戦闘中にネクロモフがなんか割り込んでくるっていう。これ強いな。これ皆さん的にはどうですかね。ワンツーと続けて見てきてくださった皆さん的にはどうですかね。あ、まだいる。ま、待って、どうなってんのあれ。まあ、どのゲームの続編もそうですけど、上から下に行くのはね、いけないですよね。上から下に行っちゃで、なんかの化石を掘り起こしてる跡がある。何をもってして上から下っていう風に判断するかはまあ人それぞれ。やつら狙うアイザックだ。The signal tracking experiment should be inside. You're not worth as much trouble, Clark. なにこれ？指向性喧嘩フィールド？なんだこれ？まずね、あれがね、どこに装備するものなのかが分かんない。指向性喧嘩フィールド。
ないよ。これか、ここら辺か。爆発範囲増幅器、爆発範囲を増大する。これ電撃につけられるんであればぜひつけていきたいですね。タングステン、邪魔。弾薬もモリモリにあるし。やつがいたぞ。あ、ネクモークがいる。まだいるね。早いな、動きが早い。一発当たれば即死。そこにある？ないですね。これデッドスペース3がまあ一番楽しいっていう方もいらっしゃるんだろうな。まだいる？いるね。でこの電撃に関してはちゃんとひるんでくれますね。電撃とリベットガンに関してはここはちゃんとひるむんだな。こっちはなんかあれだね、正規ルートではない。なんかいそうでやだな。素材か、素材回収場。で進むべきはこっち。なんだこれか。で、あんなか。サイコブレイクのまあレビューとかを読んでも、その敵のね、クリーチャー、まあ、あれもほぼ人間ですけど、敵のクリーチャーがなんかマシンガン持ったり、アサルトライフルか、持って、で、撃ってきた瞬間に慣れたっていうことをね、おっしゃってる、まあ、方とかちらほらいましたけど、確かにそれもありますよね。アーティファクト、エイリアンのアーティファクト、発掘作業に励めばどこでもそいつらが見つかる。氷漬けになった連中の残骸が。セラノ博士は彼らは200万年以上前に死んでると証言しているのは承知だが、連中がどこか生きているような気がしてならない。それに連中の周りには決してマーカーが埋まっている。古代の種族が残した古代の石碑ってわけだ。時々皆が発掘現場を一日中離れている時、風の中のささやき声みたいに連中の冷たい声が聞こえてくるんだ。それを止めろ、止めろ。これはあの、なんだっけ、何回か前の船長がね、ターンイットオフ、ターンイットオフっていう風に言ってましたけど、スイッチを切れ、あれと一緒ですよね。終わっちゃい。
危ない、びっくりした。これはあれ、あのカニか。生まれ変わるためにはアイザック・クラークに死を与えねばならない。信仰と人類の未来のために。やつは必ずこの道を通る。あ、グラグが来た。どこにいる？照準定めて B ボタンで敵のフラグを投げ返せる。あっち電撃で殺すとこのアイテムをね落としてくれるのは本当に助かるわ。楽ちん。踏まなくていいですからね。そう、自分の動画をね、あのデッドスペースの動画を見てくださってるフォロワーさんがいらして、でまあツイートされていたんですけど、動画を見てるとね、なんかこう眠くなって寝ちゃうと。で寝てる最中にこのアイザックさんが敵を踏み潰そうとビチャーっていう、であれで起きるっていうのを繰り返してるっていうツイートをされてて、それはね精神衛生上よろしくないと思うよ。ああ、こいつ銃持ってんのか。こいつ早速ね、さっきあのサイコブレイクの話しましたけど、全くあれと同じ現象が起こってる。敵のゾンビがこう生き返って、で銃を撃ち出すっていう、これもどうなんですかね。まあ好きな人いるのかな、これを。自分はちょっとうーんって感じするけど。さあ、でですね、時間の切りがまたちょうどいいんで、一旦ですね今回ここで終わりにして、また次回につなげていこうと思います。よかったらコメント、高評価とチャンネル登録していってくださると嬉しいです。ではね、また次回次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。